腹ペコアザラシと申します。信長の野望新生 PK、 難易度は超級、シナリオは桶狭間、選択大名は島津。第20回を始めさせていただきます。前回は毛利家の領土の奥深くに侵攻したものの、吉田郡山城は落とせなかったところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。お、今見たら山吹城がこちら防衛拠点から外れてますね。これは毛利家かなり苦しいんじゃないかとなったら、山吹城で威風を起こすのも手ですね。毛利に引導を渡すためにもそれは狙っていきたい。出雲大社、軍制圧速度プラス 15%。 結構厄介だな。あー、比叡大山とかこの辺りは入らないんですね。そしたら山口館に本拠地を持っていくのも手ですね。まあ山吹城を手に入れてからってことになりますけどね。そしたらやっていくか。このぐらい兵力があればなんとかなるだろう。年下出していきましょう。山吹城130日出していきましょう。鍋島隊120日、もうちょっと待ちましょうかね。では進めていきましょう。岩尾城から鍋島隊、山吹、防衛拠点にね設定されてない今がチャンスですね。橘山からも出していきましょう。あの城をいただきに行こう。これで4部隊、5部隊、6部隊、7部隊、8部隊ということで出していきましょう。よし、木左からも出していきましょう。山吹城、いよいよ国衆取り込み出てますね。やっていきましょう。ああ、吉田郡山破壊できるのか、ちょっとやっていきましょう。いよいよ進めていきましょう。では進めていきましょう。ちょっと待ってよ、周防高森から出すんだったら、ぐるっと回んなきゃいけないでしょ。今のうちに出しておきましょう。では進めましょう。いよいよ山口館からも氷川きよし出していきましょう。山吹城、お、これはもう力が残ってないのか、さほど出てないぞ。1部隊、2部隊、3部隊、4部隊、7部隊、山吹城合わせて8部隊。まあでも1部隊あたりの、このあたり出てないですね。神鍋城とかね。吉川元春ぶつかりたくないな。その前になんとか威風弱でもいいから発生させたい。雫城からも出していきましょう。ご命令を下され。お、国衆が出てきた。この弱い部隊はいいですね。1、2、3、4、5、6、7、8部隊。いよいよ喜ばしいですな。いいよ、吉田郡山破壊成功。そしたら桜尾城から吉田郡山出していきましょう。佐藤金山からも吉田郡山、同時に攻め込んでいくよ。敵の城を奪ってくれる。で、比叡大山、ご命令を下され。皆の者、これでどう動く向こうは。いや、ちょっとせっかく威風発生させられる戦いができるんだったらちょっとやめとくか。お
を願いまする。ただせっかく吉田郡山破壊できるからな。ここは安全策を取りますか。よし、これで吉田郡山にも兵が分かれた。格好撃ができますね、これで。城攻めじゃ、囲め。いよいよ毛利輝元か。毛利輝元だったら島津の2人だったら抑えられるでしょう。で、新高山城からも吉田郡山に出していきましょう。これはいけるんじゃないか。で、ツワロ、散々いじめられたツワロも吉田郡山に出していきましょう。我が武を示す時が来た。いよいよ、合戦ができる。8部隊6部隊やっていきましょう。ここでこの6部隊を威風弱しか発生しませんが倒していけば毛利の息の根止めたようなもんでしょう。よし、相手は部隊はでかいけれども6部隊しかいないですからね。回戦していきましょう。うちもでかい部隊はいるからな。危うきも遠ざけられる。ご命令はいかに。お指図、なるべく引きつけて戦いたいところですね。要所を手に入れん。はは。どうかご命令を。いいんじゃないの。いかにすべきか。では進めていきましょう。相手は2部隊も少ないですからね。はい、制圧。氷川きよし、そっち行くんじゃないよ。いや、これは高影がそのまま来そうだ。はい、鉄砲戦車。いよいよ諸制圧。年久下げて家久前出しましょう。そしたら同節前出しましょう。西井さんも前に出しましょう。家久の鉄砲戦車も出たみたいですね。いやー、でも相手強いな。そしたらここで義弘攻撃に向かわせましょう。で、氷川きよしは前の要所を落としに行きましょう。鍋島さん前出しましょう。高久はぐるっとこの交通の要所の方に向かわせましょう。鉄砲隊を前に出せ。はい、攻撃。鉄砲隊、備えは良いか。ここに前出して日進祭下げましょう。よし、鉄砲戦車出た。いよいよ、はい、結果も戦を撤退。そしたらこの2人はまず要所としてその後ちょっと休ませましょう。はい、制圧。ちょっと休ませましょう。年久はこちらの要所落としに行きましょう。はい、鍋島さんそのままの木口狙いましょう。よし、そしたら家久の方が兵力が多いので要所狙いましょう。義弘はこのままの軒口狙いましょう。日進祭はそしたらもう少しで。お、これはいいよ。いいですね。固有戦法ぶつかり、その後日進祭の混乱が入ると。いいですね。そしたら氷川きよし下げましょう。いや、一緒に落としに行きましょう。いよいよ軒口狙える。年下前出しましょう。いや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 、いくら小早川高影が優秀だって一人じゃ何もできないですよ。下げましょう。
はい、いいよ、諸制圧。氷川清へ休ませて、家久も抜き口に向かいましょう。いよいよ一旦休ませましょう。鍋島さんはここで引きつけましょう。よし、では氷川清で要所制圧しに行きましょう。どうせ前出しましょう。日清さえ下げましょう。今こそ我が戦法により勝機を見出す。いいよいいよ、別に要所ね。もう何やってんだ氷川元春は。いよいよ、高久それでは前出して年久下げましょう。軒口がこれで破壊されたと。いいよ。で氷川清が要所を制圧すればこれで終わりですね。そしたら義弘は、義弘はこちら向かいましょう。西の方にね、向かいましょう。氷川清が要所制圧して優勢勝利と。いいよ、これで威風弱発生。山吹城もこれで終わりだな。いいよいいよ。7000も減っちゃったか。ちょっと減らしすぎだな。よし、これで山吹城に一気に攻め込めますね。なんと。で、あとは兵糧があるかどうかだが、60日の同節鍋島さんはと高橋さん、この辺り下げましょうかね。70日台も下げよう。みんな城へと引き返せ。鍋島さんも下げて、高久下げて、同節下げましょう。騎乗するぞ。これでいいでしょう。で、あと吉田郡山を落とせばっていうとこですね。できながら見事。この1万の部隊はきついな。2部隊で戦ってんのか。素晴らしい。城攻めじゃ。ただまさんもうダメでしょ。撤退しましょう。吉田郡山はもうちょっとで落ちる。あと1回耐えられるか。いや、撤退しよう。無理する必要はない。なんで方位に切り替えてた。強行だろ、どう考えたって。よし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 。ちょっと待って。ここ強行になってるよね。当たり前だよ、強行にしてくれよ。よし、吉田郡山落としました。ようやく毛利の拠点を落としましたね。ってことは、元就はお亡くなりになられたってことですね。お、こんなところに東堂高虎が。いやー、ちょっと仲間にしたいけどね。解放しておきましょう。寛大な方ですね。そしてこの国衆の部隊が来ていると。北に向かいましょう。行くぞ。この国衆の部隊を倒したい。これで国衆3部隊巻き込んでいきますね。ここはまあ皆さんに見てもらうまでもないでしょう。あっさり勝っていきましょう。はい、あっさり勝利となりました。全部隊撃破で23しか減らなかったですね。まあ相手全員国衆ですからね。いや、ここまで来て毛利もかなり追い詰められましたね。
そしたらこの部隊は撤退です。山吹城もあともう少しですね。なんで強行を解く我が部の見せ所か。よくわかんないな、強行解いちゃう理由が。はい、制圧、山吹町制圧、投与していきましょう。ダメか、解放していきましょう。放つだ、何を考えておる。おお、25,000では、我が部の見せ所か。水戸屋城までというか、この部隊を蹴散らしに。我が部の見せ所か。進軍すればいいですね。なるほど、戦の支度だ。3部隊2万、3部隊で2万はでかいですけれども、ちょっと戦っていきましょう。まあここはね、あっさり勝っていきたいと思います。はい、のみさんも壊滅です。まああっさり勝ちましたが、タイマン勝負も結構あったのでちょっと減っちゃいましたね。6000も減った。ちょっと減りすぎだな。まあ狭いマップだからどうしてもタイマン勝負になっちゃうんですよね。部隊数も変わらないし。で、あとこの5600が来ると。本当に来るか。帰ってきますね。では我らも撤退しましょう。では現状確認をしていきましょう。毛利家は12345678910、12345678910の城があるのか。で、織田方と、織田方が上杉と武田に囲まれてるっていうとこですね。外交状況はどうなってんだ、織田の外交は。徳川と足利のみ。足利幕府まだいるんだ。本願寺もまだいますね。意外だな。本願寺ちょっと従属させたいですね。浦上家は毛利と同盟を結んでるのか。だから毛利を倒せばいいんだな。で、さすがに紀伊谷城からもう軍を出撃させるのは限界になってきたので、山口館に引っ越しますかね。前線を中国地方に一気に動かしたいとこですね。吉田郡山にするか。そうですね、吉田郡山本拠地にしましょうかね。そしたら吉田郡山一からか。そしたらまずは考え水路だな。ああ、そうだ。東道高虎はね、築城名手があるから一気にレベル2までね。灌漑水路もね、レベル2のね、施設を建ててくれるんですよね。なので、東道高虎は建築奉行としてね、頑張ってもらいましょう。灌漑水路ですね、まずは。お、親善外交。幕府と好意にそりゃしたいですけどね。国衆取り込みやっていきましょう。で、士官。おお、結構威厳ある感じですね。受け入れていきましょう。これより集金に励みます。で、あと移転費用がどれぐらいかかるか分からないので、まずは移転してからにしましょうね。元服を迎えた。おい、井上さん、いい方、すごいいい方ですね。紀伊谷まだ戻ってないですね。よし、戻った。そしたら本拠移転、吉田郡山に本拠地を移転しましょう。それとあと串崎城、こちらに軍事の解除、もう普通の城としてね、活躍してもらいましょう。で、あと転封していきましょう。山吹城には年久さん入ってもらいましょう。ありがたく存じ。
で、諏訪の人は橘山城からまだ行けるかな。橘山城は兵力でかいから使いたいんだよな。次攻めるとしたら水戸屋か神鍋。ただ神鍋無理だな。水戸屋も無理だな。ちょっとやっぱり橘山は無理だな。添付しよう。諏訪野に橘同説入れ替えましょう。御道ようぞ。で、串崎に鍋島さん。かたじけなし。古書山からだったらいけるかな。ご命令はいかに。無理だね。やっぱ中国地方にもういないとダメだね。そしたら弱いわけじゃないですが、伊集院さんと高久を変えていきましょう。強烈至極に存ずる。あとこのサムタさんですね。サムタさんも強いんですが、文字からだったらいけるか。相良さんもね、使いたいんですけどね、ちょっともう城の数が足りないですね。取ったらどんどん前に出していく感じですかね。で、木谷城は誰に任せるかな。湯房に任せるか。感謝いたす。ありがたき幸せ。ちょっと待てよ。飛騨城だったら攻め込めるんじゃないか。かじけない。飛騨城だったら出撃で、うん、神鍋城も水戸屋は厳しいけど、神鍋城三陽道であれば飛騨城だったらいけますね。そしたら、木谷城は9100の兵力があるので、同説。諏訪野よりも、木谷城にしましょう。そうですね。山陽道を落としていった方がいいですね。では、同説は、木谷城に入れましょう。これでいいでしょう。で、あとは串崎城ですね。こちらを商人町に今ね全部しちゃってるので、それを作り変えていかないといけないですね。で、吉田郡山も灌漑水路をまずは建てましょう。あれ、さっき建てたはずなのにな。なんか、あ、そっか、うん、上州移転でキャンセルされちゃったのかな。灌漑水路とりあえず建てていきましょう。で、城一覧で剥がれたところを設定していきましょう。山吹城。で、あと4余ってるので軍開発。全然進んでないですね。まあ、そりゃそうだよな。この前破壊し尽くしちゃったから。また一から作り直さないといけない。吉田郡山を。1200だもんな。ちょっとこれは厳しいな。代官任じていきましょう。江上さん。東堂高虎は建築奉行として使うので。ちょっと使えないですね。あとは、ありがたき幸せ。
こんなところかな。とりあえず少し内戦に力を入れる感じですかね。いかがだったでしょうか。毛利家の領土を大きく削ることに成功いたしました。まあ吉田郡山城、特にその本拠地がね落ちたというのはかなり大きな戦果だと思います。まあ施設がね、浄化施設がちょっとね今から整備しなきゃいけないっていうのはありますが、そこは東道高虎の力に頼りたいと思っております。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。